屋散歩 in お台場。ちょっとこいつだ、ちょっと恥ずかしかった、やってきちゃいました、ね、ということで、金村散歩 in お台場ということで、はい、前回はね、高田さんのライブを見に、はい、長崎行かせていただいたんですけど、はい、今回やっと、はい、神奈川の隣の東京東京ね、お台場に来させていただきました。はい、見てください、海だ本当に。僕たちの顔も見れば分かると思うで、そうなんですよ、す今日、なんといっても晴天なんですよ。晴天すぎす、晴天すぎ、やめて、本当無理、待ってよっしゃ最悪。いやでも今日日焼け止め塗らないと本当にあかんレベルで暑いんですよ。見てください、このまあ今日夏休みも始まって、私なんかさ、こういうとこに来るとさ、なんか知り合いとかさ、絶対友達いる気がするんですよ、ね、絶対いない、まあいないと思うけどね。いや俺でもこういう時に大体友達って100でいないんですよ。ちょっと待って、はいはい、見たことあれ、あのさ寝てる人、しかもあのタンクトップ、違う違う、いない、いるわけないよ、いるわけないわ、行こう、あれちょっとこう、あれ待って、腹筋してる、ちょっと待って、あれ腹筋してる、絶対レンカ言って、あれちょっと声かけてみますね、すいません、あれ、あ、すいません、おお、あれ、絶対ゆうたくんや、ゆうたくんや、ゆうたくんや、兄貴、兄貴、何してるんですか、こっちのセリフ、お、待って、かっこいい、アクロバティック、何やってんの、あ、背中、どうした、立ち方が、いや、今、え、あの、はい、僕たち企画で、おう、はい、来ちゃん、何してるんですか、金村散歩っていう、金村じゃん、いやいやいや、兄貴、いやいやいや、え、何してんのっていうことで、はい、来ちゃいましたサプライズ、はい、兄貴、実はですね、僕らには兄貴がいましてその兄貴が、こちら、はい、日高龍太くんでございます。日高龍太さんです。もともとね、あのすごいこことは関係があってですね、XBC、うん、の時にね、 XBC、はいはい、の時からちょっとお世話になってたんですよ、はい、本当兄貴的な感じで、龍心がだってね、EXPG に入った時、はい、そう、中学3年生でした、もう行ったもんね、いました、もう迎え入れてたよね、はい、迎え入れてくれました、迎え入れてたし、めっちゃ怖かったっすけどね、嘘つけよ、超怖かったっすよ、俺兄貴怖かったっすよ何が違う、やっぱ、うん、もう兄貴はその PG の中でもやっぱ上のグループだったじゃないですか、はい、俺やっぱその仕組みがいまいち分からず、うん、そういうちょっと会議とか、一番最初会議だったんですよ、うん、そうだ、したらもうこう兄貴のもうグループみたいな人たちがこうザラーっと先生、はいはい、そこに俺はピンクのジャケット着た俺がめっちゃ派手だった、派手、もう冷たい眼差しなんですよ、で初日にめっちゃ怒られてたよっしゃで、レンはもうレンも中学生だったな、初めては、そうですね、はい、私よくちょくちょく遊んでたんですよね、はい、ね、お泊りもしたことあるんですね、そうだよね、汗、はい、実はそうあのね、チェックじゃないよ今日何するか、今日ですね、はい、まあ、海に来たということで、はい、サップ、あ、うわ、サップをこれやるんだ、ついにやったことあります、サップないんだよね、ああ、僕たちもないんです、僕サーフィン趣味でやってるんですけど、でもサップ超やってみたかったんで、はい、嬉しい、念願っすね、はい、嬉しいわ、いや、本日ですね、まあお兄様、はいはい、兄貴をおもてなすということで、はい、何でも言ってください、はい、今日はですね、はい、この金村2人が、はい、全力でおもてなしをさせていただきます、マジっすか、はい、しかも兄貴の言うことは絶対、はい、じゃあとりあえず何も持ってきてないから、ああ、確かに大事ですからね、と、うん、いうことでラッシュ、ラッシュガード、あー、なるほど、ですね、大事っす、ちゃんと、着れるやつを買いに行きたいかも、そう、行きたいっすね、はい、早速、買いに行きますか、行っちゃうか、連れて行きます、よっしゃ、行くぞ、では、行きましょう、ピッ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 、はい、はい、ということで本日はね、はい、サップをやるってことで、これですよね、これですよ、これですよ、海に乗ってサップといえばバリスティックボードですよね、サマーライズだ、そうですよ、あの動き使ってますから、サップを切るよ、やっぱ調子が兄貴、兄貴止めて止まって、兄貴一日長いですからね、サップねじゃないですよ、サップやるんで、サップやるんでラッシュガード、ラッシュガードはい、まずね、ありがたい、はい、本日はこちらのラッシュガード、はい、思っています、見に行っちゃいましょうね、早速見に行きましょうか、兄貴、おいっす、ここのフロアいっぱいありますね、ありますよ、フロアーズ、はい、はい、まあ、この結構いろんな種類がありまして、まあ、特に今日はさ、はい、すんごい炎天下じゃん、焼けちゃいますね、絶対結構来た方がいいね、はい、そうですね、明日ライブだから、あ、やばい、確かにそれはもうちょっとやばいかもしれない、兄貴ちゃんと来たんです、こちらフード付きです、帽子もついてる、帽子もついてる、帽子もついちゃってる、帽子もついちゃってる、あとあのこのあいいねネックがもうなって、ね、はい、ジップついてるの、まあ色も
黒も。あ、いい。あ、黒欲しいかも。はい、結構使えるかもこれ。これ普段から。だって出てるサーフィンだもん。そうそうそう。これサーフィンじゃないよ。サーフなんだよ。これいいかもです。でも俺。いいっすか。一応こちらミディアム、あの1個上のサイズ、ちょっと見た感じ。ちょっと。お好みある。それがスモールです。でもこれな、幅がどうなん、いけるかな。ちょっとピチッとした面白いですね。M でもさ、そうなんだけど。M にしとくか。これがいい。あら。ちゃんとないパターンだ。ピタッとタイプ。ピタッとタイプ。似合いそうさ。絶対似合うじゃないでしょ。はい。の M で。M で。わかりました。じゃあ、レン君もどうか。それでこのジップ付きの。譲る譲るよ。いいですか。あ、俺、いいの。じゃこの M。いいね、いいね。ちょっと。これでいきましょう。これでいきますか。まあ僕は変わらずね。これで。だよ、仕方ねえな。じゃあ、お前。え、あれこれ。どうしますはい、お会計。じゃんけんだよ。男気じゃんけんすか。男気じゃんけん、じゃんけん。ごい。やば。見ました。今思いっきり力の入ったパーでしたよ。考えてたんでしょうね。僕が言いますよ。ありがとうございます。いきます。ありがとうございます。ボケですやん。優しい。こういうとこボケですやん。はい、ということで準備できました。できました。やってます。やってますね。さっき勝ったやつですね。勝ったやつです。なんかしれっと帽子まで。すいません、すいません。ちょっとあの兄貴が帽子もあった方がいい。まあまあ、そう、絶対今日はね、かぶった方がいいから。もう早速、ね、やりたいけどさ、できるマジで初無知だよ、ね、無知初めてすぎて初めてすぎて。じゃあまた一応その基本的なやり方っていうのは、ね、何でもよ、俺らに言ってもエグゼルトライブだった。ダサいとこ見せれないし、まあ、舐めんなって話ですよね。初で行っちゃおうよ。行っちゃいますよ、はい、行っちゃいましょう。じゃあ早速行っちゃいましょう。行きます。ゆうたくんの一回見てから。ゆうたくんの一回見てください。慣れてきた。楽しいですね。面白いわ。寒く寒く軽くゲームでもしようかなと。うわ、最高じゃないですか。はい、まあ、まあこう3人でやるわけなんですけども、はいはい、まあ、リュウタ君がね、はい、やっぱ経験者の時あって、まあまあまあ、上手かったんですよ、さっき。これはね、初めてだけど、はい、もう慣れてました。まあ、でも、もうやっぱね、吸収がね、やっぱ早かったんで、はい、ちょっとハンデ欲しいなっていう。ハンデください。はい、いいですか。まあでも今からやるゲームは何で作ってんの。まあただ単に誰が一番速いかって。レースだ。レースです。来た。で、まあ、海の方にあのオレンジのボールが見えると思うんですけど、あれ、はい、あれですね。あれを一周というか往復してあそこまで結構ありますから戻ってくるっていうゲームなんですけども、勝った人なんかあるんですか。スタッフさんからご褒美が。嘘でしょ。あるんですか。何、はい、まあそのハンデなんですけど、僕たちがスタートしてから15秒 OK 経過したら龍太くんがスタートする OK、大丈夫ですか。 OK OK。 じゃあ早速レースの方行ってきます。やべ、よし、位置について。はい、よーい、スタート。やれー、
ごめんな危なかった一瞬マジでもうわレースを終えたところですねチャンピオン皆さん見てくださいよこの後もちょっと時間があるんで楽しもうと思いますイエーイカモンやばいっす兄貴のおいいねいいねクソですおーやばいやばいやばいベースからベースからすいません何しとんねんレンがいますレンそっちから来るかカモン待っててください兄貴確かに波があるねこっちまで来るとありますねサマーハイプからのロボコップということで、はいはいはい、前髪切り替えていきましょう切り替えていきましょうよ別に切り替えもう切り替えてるよ あ、大丈夫俺の問題か切り替えていきましょう切り替えていきましょう切り替えていきましょう前髪ちょっと変化違います前髪ちょっとカメラちょっと近くで動揺しちゃって前髪出ちゃってますちょっとまあでもおっどう見やがれ最高サップさん終わりましたけど終わりましたね結構出ましたよね僕結構出てましたねリュウシーも出てましたね出てましたちょっと動きしてたじゃあリュウト君どうでした何がサップいや楽しかったっすめちゃくちゃ初だったっすよね初だったけどさどうだったえなんかまた今度一人で来ようかななんだろうThis is 兄貴リュウト君大丈夫ですかいやレンカそれじゃカメラ落としたんでダメですよレンカやりやがったないや、すみません兄貴と力抜かれますよよし、はい、こんぐらいで十分でしょちょっとお腹減ったかもしんないっすお腹減ったかもしんないっすえ、ちょっと待って今何ですかお腹減ったかもしんないっすお腹減りましたその言葉待ってましたおなんとですね本日この後はい居酒屋エグザイルのありがとうございますありがとうございます全然いいっすよ全然いいっすよ目入る目入るから買いすぎだからね、はい、今からね近いっすもんねだってもう見えるすぐすぐなんですよこれで行くのはいえそれおもろいかも逆にでこれで登壇するってこれで登壇おもろいかもどうもとか言って最高っすねこのバケハガウってまあこの後ねまあ着替えてまあメイクとかもはい居酒屋行くぜ行きましょうかはいあとはあの登壇の方もあれそうですね私がいいかなって、はい、まあ公開収録的な感覚でこのかっこいいいいっすね今日来てくださるお客さんはいグループでしか行ったことなかったですから居酒屋こんな感じでねこのね3人連勝はそうっすねナイスでも結構ねなんかサイキックだったり僕らのファンの方は、はいなんて言うんだろう馴染みがあるちょっと馴染みがある3人なんだよねはいはいはい確かにそこ楽しんでいただけるまあ知ってる方は知ってるはいじゃあ、サクサク、居酒屋エグザイル行きましょうかよっしゃじゃあ、行ってきます行きますなにけー俺が飛ばされて、キャッキャッキャッって笑うやつじゃんそのために俺から掴んで、自分からこう言ってんのにあれお前らも何飛んのすいませんすいません、そっからやり直しだあげてった